では早速見ていきましょうか。はい、こちらがね、私のお部屋となっております。まあ、ベッドがありまして、まあ、デスクがあるということで、まあ、早速なんだろうな、あの天ギフとか、まあ、バイトで買ったものを、ね、まあ、見ていきましょう。で、まずこちらですね。はい、ベッド、この木のベッドは確かね、アマゾンで1万6000円ぐらいで買いました。以上。そして次、はい、こちらの扇風機ですね。このなんか丸っこい扇風機なんですけど、これがね、確かね、3万ぐらいして、なかなかね、まあ値が張ってるんですけど、あの正直言わせてもらうと、あのこれですね、その最大に、風力を最大にしても、なんかね、心地いいのちょっと強い版の風しか来ないんで、なんかね、微妙なんですよね。そうだからね、ちょっと今年の夏はちょっと乗り切るか心配なんですけど、まあ頑張ってもらいたいですね。はい、まあ、こいつしかもいないんで、もう頑張ってください。はい、それで次、はい、隣にあるのがこちら三脚です。はい、こちらはね、確かの1万6000円ぐらいで買ったんですけど、いや、この三脚ね、本当にね、素晴らしい。やっぱりその道理、もう料理動画にはもう必須といってもね、過言ではないんで、この三脚は。なので、これはもう買っても損はなかったですね。で、隣にあるのが、あー、かわいい、こちらの抹茶ラテですね。まあ、そんなのどうでもいいんですけど、さあ、次、こちらのデスク。まあ、ミニデスクですね。まあ、こちら今、全然乗っけてないんですけど、まあ、このデスク、確かまあ、3000ぐらいかな。そこで買って、で、その下にあるのはダンベルですね。こちらが確かの、5、6000ぐらいしたのかな。確かね、その1つ10キロぐらい、まあ、そのくらいだと思います。では本題のデスクいきましょうか。でまずこちら、なんだろうな、あ、椅子から説明しよう。このゲーミングチェア、はい、こちらが確かまあ2万ぐらいだった気がするんですけど、まあよくあるゲーミングチェアです。はい、次、こちらマイク。そう、このマイクね、今日来たんですよ。そう、あのね、確かね、あのアモンガスの実況してるあの先端恐怖症さん、あの人と全く一緒のマイク。そしてこちらのインターフェース、これも先端さんと全く同じです。これマイクが3万3000円ぐらいで、でインターフェースが1万6000円ぐらい、だから結構高かったですね。でそしてこちらの、まあ、モニター、メインモニターと、まあ、こちらの、まあ、サブが、まあ、ちょっと種類違うんですけど、まあ、メインモニターのがまあ、若干高いよみたいな、確か3万ぐらいかな、3万1000、2000とかで、こっちが確か2万5000とか、まあ、そこら辺だったと思います。で真ん中にあるのがちょっと眩しいな、この眩しいんですけど、 LGX、まあ、このよく使ってる、まあ、実況者さんがね、まあ、よく使ってるであろうこちらのキャプチャーボードで、まあ、私も使っております。でまあキーボードとマウスに関しては、まあ、特に言うことはないですね。はい、どうの目かかは分かりません。はい、次、おまあ、隣にっていうか、ここにあるのスイッチなんですけど、その奥、これはなんと4月の23日から配信をするドラゴンクエスト11過ぎ去るし時を求めてじゃないか。なんと皆さんね、あの23日からね、あの配信するんで、ぜひね、皆さん見に来てください。ということで、他あんのかな、なんか、ああ、あったあった、やばい、メイン中のメインを忘れた。はい、こちらのメインPC ですね。はい、こちらがね、あの30万円で買いました。まあ、これはね、あのバイト代で買いましたね。もうバイトで稼いだお金を貯金してね、やっぱりもういいね、こういう、まあ、PC 買いたかったんで、もう30万ドバッとね、行かせていただきました。本当に素晴らしい。まあ、そんな感じかな。またこっち側ですね。まあ、これもね、まあなんだ、買ったんですけど、これが確かなんか6000ぐらいで確か買って、わかんねえ、もう覚えてねえ、相当前だからもう覚えてねえや。で、まあ、マスクとかいろいろね、まあ、置いてるんですけど、で、これ、ライザーのイヤホン。これね、2年前ぐらい買ったんですけど、あの、全然使ってない。全然使ってないですね、これ。そう。ね、悲しい。本当に。あの、アマゾンで初めて買ったのがこいつなんですよ。このライザーのイヤホン、これめちゃくちゃいいってなんか評判良かったんで買ったんですけど、全然使わなかった。はい。最高です。ってことで、まあ、まあ、もう一回ね、まあ、全体見てみましょうか。はい、ぐわーんと、まあ、こんな感じでございます。もっと、こっちか。フィーと。はい、これが、私のお部屋でございます。まあ、あの、なんだろう、右側は、その、押し入れとか、まあ、自分の服があるんで、まあ、ちょっと、まあ、そんなプライベートなんで、まあ、見せないんですけど、まあ、こんな感じで、はい、終わりです。
もう特に言うことないんで、まあこの辺で終わりたいと思います。はい、皆さんチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いしますってことも普段言わないんですけど、まあぜひ皆さんお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。